では早速1曲目どうぞ。Yeah.
今年最後のライブということで、今年1年を振り返ろうかなと思いまして、1曲目に歌わせていただいた曲は今年一番最初に歌った曲を今日も歌ってみました。で、Good Day っていう曲なんですけど歌って、で、その次に It's OK っていう私が一番最初に出させていただいたオリジナル曲を歌わせていただいて、その次に今歌わせていただいたバラードの曲が明日への手紙っていう8月のワンマンライブの時に歌わせていただいた曲でした。ありがとうございます。はい、それでですね、先ほどもハリーちゃんが歌っている時にもうここを行ったり来たりしてすごくうるさくしてしまって申し訳なかったんですけども、今日大学の授業も今日で最後で、なんと5校でもう急いで来て、こうちょっと全然誰の歌も聴けなくて残念な気持ちでいっぱいで、そしてなんかあたふたしてごめんなさいって思いながらすごい今出てるんですけど、そんな感じで今日いろいろ最後なので最後まで楽しんでいきたいなと思います。それで今日はなのこちゃんのレコ発ライブということで、皆さんこの後はお待ちかねのななこちゃんなので精一杯ちょっと力温存しといてください。なので私の曲って別に普通に座って綺麗なことなのでなんで温存しといてください、力を。では次の曲に行きたいと思います。8月にセカンドシングルとして出させていただいたビー玉という曲を歌いたいと思います。それではお願いします。Thank you.
私を見つけてくれた君へ今
つもの分かれ道を選んで進む日々、何が正しい考えれば簡単なことだったんだ、全てが間違ってないということ、苦しい時も笑っていられる時を過ごす。